はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ゲートクリアレベルは35、ご褒美の間はレベル7、最終決戦の間はレベル6ということで、今日はですね、最終決戦の間レベル7以降をね、攻略やっていきます。レベル10をね、まずは目指してやっていきます。テラオズマ欲しいよね、ダブルゼータ。さあ、まずはですね、レベル35決戦の間テラノーグ、まずはここをねさらっとクリアして、なるべく HP をね多めに残してクリア狙っていきます。僕はねこんなパーティーでやっています。ダメージダウンがですね、まあ、3体ですね。そして人魚はですね、まあ、結構強い。さあ、早めにフィーバーインして必殺技打っていきます。まず盤面整えながらやっていきましょうか。さあ、今回ですね、まさかの 8000Y ポイントの配布がありました。これは嬉しいよね。なんとかですね、この8000ポイントで特攻キャラ、まあ、アースマンとねテラノーグを引いて、まあ、進めていくわけなんですけども、とりあえずですね、僕はアースマンのね出現率超アップが近々来るんで、そこでですね、まあ、アースマンとねテラノーグ一緒に引いていこうかなと思います。まあ、今ねテラノーグの確率超アップ来てるんですけども、まあ、仮にねテラノーグゲットできてもですね、アースマンがないと、まあ、レベル9まではねおそらく倒せるんだけど、レベル10でですね、まあ、技ゲージ吸収があるのでちょっと辛いかなと思ってます。さあ、ここは HP 半分ぐらい残してクリアです。だいたい半分ぐらい残してクリアできれば、まあ、その後のね間の攻略がつながっていくかなと思います。さあ、124ポイント、さあクリアしました。そして64ポイント、お助けありがとうございます。さあ、次はおお、来ました、最終決戦の間レアレベル7です。攻撃力アップ無効。さあ、こんなパーティーでいきます。サノブレイダス全消し&3種類の妖怪プニを整理する、 G まで打てます。そして復活があるので、まあ、サノをね入れました。そしてアシュラ全消し&フィーバー値はその効果アップ、デカプニが降ってくる。そして聖金ですね、こちら全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。だからうまくねデカプニ、そして技ゲージを多く貯めるで技をね連発していきます。学校が Y、 こちらもデカプニが降ってくる。そして今回ね特攻キャラなしでいこうかなと思います。っていうか、まあないんだけどね、一応天狗があるんだけど、天狗よりもですねナンダリオの方がダメージカット率が高かったので、まあ高いって言ってもねほぼ一緒なんですけども、まあナンダリオでねちょっと試してみようかなと思います。さあ、これでフィーバーインしてうまくですねアシュラ、ガッコーガー、セイキンの必殺技がつながれば、ちょっとどれぐらい削れるのかしっかり G まで貯めていきます。これで攻撃が526か。さあ、行きましょうか。フィーバータイム張りました。さあ、まずアシュラ打ってスーパーフィーバー、そしてガッコーガー行きます。で、少しデカプニ作っておいて、さあ、製品で技ゲージを送って貯める。さあ、アシュラ行きます。ちょっと HP がギリか、ちょっと厳しいね厳しいね。フィーバータイム明けにもう一発ガッコーガーがいけるか、いきましょうか。ガッコーガーもう一発いけるかな。おっと、ここまでか。さあ、これでちょっと厳しいね。やっぱ反撃がねでかいんで、そんなに必殺技打てません。さあ、 65% か、もう少し削りたいけど厳しいね。さあ、復活、復活というかねお助けで、さあパーティーまた少し変更していきます。
さあこんなパーティーでいきましょうか。だから技ゲージ溜まった状態でスタートのねキャラを中心に入れました。オロチサンタですね。全消し&デカプニの技ゲージを多く溜める。技ゲージが溜まった状態でスタート。あとはキラコマは種族効果狙いで入れました。でダメージダウンのテングザナイン、横消しです。そしてナンダ竜王、こちらもダメージダウンです。ボスからのダメージを減らす。さあこんなパーティーでいきましょうか。すかさずオロチサンタをつないで技ゲージをくっためる。そして白ひげ、結構削ったよね。これで18ポイント、57%、まだ厳しいね。さああとはお助け入れば、これを少し繰り返していってなんとか倒しきれるのか、さすがに厳しいか。さあいきます。技ゲージを固める。そして白ひげ、もう一発いけるか、ちょっと厳しいか。さあこれで半分ぐらいいったかな。ちょっと厳しい。やっぱアタッカーにねテラノーグがいればなんかいけそう。この作戦でも白ひげとオロチだけだとあまりに少しすぎる。さあそれではねドリームマッチやっていきましょうか。さあ今回ね3つあります。ジンペイ、千葉ジンペイ、ランク A です。中央の妖怪プニを消す。さあステージ1でですねゲットすることができます。まあ、A ランクなんで結構仲間になりやすいんで、まあ、何体かね仲間にしておくと、まあ、やりやすいかなと思います。さあ好物はハンバーガー、ものすごく懐きました。まあここは高速周回でね落とすのが効率がいいかなと思います。さあジンペイちゃんカモン、おっと来たぜ、限界突破していくぜ。さあジバジンペイ友達になりました。さあ技レベル上げていきます。さあそれではジンペイを使ってクリアしよう。さあコマさんですね、こんなパーティーでやっていきます。さあ好物与えます。まあ HP6000 なんでまあ結構簡単にね倒せるかなと思います。まあこんなパーティーでワンフィーバーで攻撃力アップ重ねがけしてジンペイちゃんでいけるんじゃないの。そして人魚、人魚レディいいよね。さあ皆さんは配布された8000ワイポイント使いましたか？いつ使いますか？これね、まあ、貴重なワイポイントなんでいつガチャを回すのかって追ってきましたね。のがね非常に攻略の鍵となる。だからアースマンの超アップで回すのか、まあ、回すタイミングとしてはね復刻ガチャで回すか、もしくは追加ガチャでね回すか、追加キャラね、まあ、そのあたりだよね。さあドリームマッチもう一つ、人魚レディを使って勝利しよう。座敷コマンダー50ポイントやっていきます。さあ人魚レディはですねこちら中央の妖怪プニを消して人魚玉を作る、まあ、人魚玉を使ってね必殺技を連発することができます。さあいきましょうか。まあ、人魚レディもねキャラとしては非常に好きなんですけども、まあ、ランク Z なんで、まあ、イベント期間中はね特殊能力が非常に強力なんで、まあ、毎回ね使ってますけども、
イベント終わるとね、どうなんだろうね、これ人形玉がね意外とね連発、まあ連発できるんだけど意外とそんなにね連発しにくいんだよね。そしてこの人形レディ、この技ゲージがね結構溜まりにくいんだよね。結構 G まで溜めようと思うと結構ねしんどいんだよね。さあフィーバータイム入りました。ちょっとね人魚さんの技ゲージが溜まってね溜まりにくいんだよね。さあ溜まりました。さあサボりで時間稼ぎます。さあ G まで溜めて、さあ打っていく。必殺技ギミックはねかっこいいけどね。さあ行きました。さあクリアしました。さあ 210Y マネー。さあ50ポイントゲット。